1979年、ファクトリーレコードより、アルバム、ザ・リターン・オブ・ザ・ゥルッティコラムにてデビューし、以後約30年にわたり活動しているバンドである。ブルース・ミッチェルが、ドラム・パーカッションとして、多くの作品にわたって参加しているが、あくまで、バンドメンバーという肩書きではない。パンク、ニューウェーブ期のイギリス音楽界で異彩を放ち、地味ながらも息の長い活動を続けている。 ドゥルッティコラムというバンド名は、スペイン内戦時に、共和国軍側で戦った伝説的なアナキスト投資の率いた舞台の名称と、1966年に発表された、レルトゥールデラゴロンドゥルッティという漫画本のタイトルから引用されている。ただし、アナキスト投資の綴りはドゥルティであり、ミススペルがそのまま定着した。デイブ・ロボタム、クリス・ジョイス、フィル・レインフォード、 トニー・バウワーズ・コリン・シャープ、ティム・ケレット、ピーター・フック・マーチン・ジャクソン・ジョン・メト・キャフ。ありがとうございます。